チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、ぬかがね結構溜まってきたから、ぬかでね何か作りたいと思ってます。とりあえずね、ぬかでふりかけでも作ろうかなと思います。今さっき精米したの、だからもう精米したてのぬかを早速ここ入れます。ちょっと炒めたりいこうか。ただこれね、弱火で、水分飛ばします。いります。焦がさんようにね、ぬかを乾燥させるようにいっていきます。もうちょっと入れようかな。いいか、とりあえず最初やしね。結構出るでしょ、ぬか。この前からね、タケノコ炊いたりね、山菜のアク抜きとかにね、いろんな人で揚げたりね、してて、あんまりね、ぬかでね、石鹸にしたりね、皮洗ったりとかに使えるしね、なんかいろいろ使えるね。ぬかもね、クッキーにしたりとかもね、いろいろまあ使い方はあるんだけど、だからこういう使い方もできるから、いいのよ、精米機はすごいいいよ。甘い。さすがミルキークイーンのぬか。何でも一緒か。焦げないようにね、ちゃんとこう揺すりながら。お、ぼちぼち色が変わってきた。よし。弱火にして。で、ここにね、じゃこ入れます。福島産のカンナギチリ麺。はい、これするために買ってきたのよ、昨日。半分ぐらいでよ。ちょっと見んじゃこね。あ、おいしい。もうちょっといっちゃおう。皿に入ります。
味付け、リコだしをちょっとちょっとと焦げないように混ぜながらちゃんと焦げたらあかんからね。と本だし、で、醤油、醤油ちょっと、どれぐらいでいいか、これがね、加減が難しいのよ。味見ながら混ぜながらね、なんと、海に、あんまり言うとね、ウェットになると味付け、あ、おいしいぞ。もうちょっと醤油入れようか。薄味やったけど今おいしかった、味的にはね。いい、もう食べに行ったね。もうちょっと濃くしたい。これ結構醤油入れてもいいかも。もうちょっといこう。いいもん。作ってみないと分からんからね、初めて作るのよ。なんだかんだ言ってさ、ふりかけなんですけど、ね、あ、それ作った作った昔、あのへしこのぬかでふりかけ作ったことあるわ。あれ美味しかったよ。あれは味付けしゃんでね、へしこのぬかは、へしこのぬかだけこうやってから入りするだけでできるから。ここにね、まだ完成じゃない、かつお節、かつお節と、いりごま、いりごま、よし、これを混ぜたら、完成です。やば、おいしい。天然のね、あのぬかの、あの自家製のふりかけ、体にすごくいいよこれ。うん。ぜひぬかは危な。ぜひ精米機を買ったら作ってみてください。ではまたね、バイバイ。今日の晩ご飯食べます。